うん、吉田伊藤、小高伊藤、新谷伊藤、おい、ロッサー、ロッサー、先頭集団の間隔 400m を通過します。 400m の通過は1分10秒800m の通過は1分11秒、その間の 400m は2分22秒、その間の 400m は71秒。男子の 1500m の第1組の結果が掲示板に出ております。1着は山崎君、皇學館大学4分08秒79。2着は伊藤君、中京大学4分08秒96。3着は近藤君、通過高専4分09秒46。現着以降は掲示板をご覧ください。3組ありまして、各組3着と記録となる3名が本日16時25分から行われます決勝へと進出します。横結果を変えまして、スタジアムの西田くん、もっともっとね、もっと普通に走ってほしいよ。そういうこと、そういうこと。